はい、お願いします。はい、どうぞ。はい、ちょうだい。撮ってるよ、撮ってるよ。見て、見て、見て、見て。パパが大変だの。パパが入ってる。動いてみて、目にピント合うか、ほら。あ、すごい。ほら、目にピント合ってる。なんで目にピントがあるの？そういうね、機械なの。ついてる？ついてる、ついてる。はい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 。本当だ、合うわ。ね、すごいね。あ、すごい。三脚に頭。そう、気をつけなきゃね。ちょっとねえねえたち見といて。ねえねえ、三脚に頭ごつんごつんしといたわ。大丈夫よ、強いから。どうも、西田渡です。今日はですね、久しぶりの友達とちょっとコラボ動画を撮ろうという感じでして、今日はライトをまあ緩く組んで、そして自然な感じで子供の撮り方、そして家族写真の撮り方っていうところをね、やってみようかなっていうふうに思ってます。すごいね、今日は本当に久しぶりに会える、友達たちなので、すごい楽しみにしております。それでは、ご紹介していこうと思います。じゃあ今日もよろしくお願いします。コラボレーション動画ゲストの方はこの方たちでーす。はい、ルーです。音です。パパです。エハラケチャンネル、イエーイ。はい、よろしくお願いします。お願いします。っていう感じでですね、はい、ご無沙汰してます。どうも、お久しぶりです。結構ね、久しぶりのコラボレーションっていう感じなんですけれども、そうですね、エハラ家の皆さんとね、今日は家族写真ということでね、はい、楽しく撮っていこうかなっていうふうに思っております。どう、緊張してる？いや、全然全然そうね、ちょっとこの前にすでにね、みんなとちょっとね、楽しく撮ってたりもしているので、はい、今日はね、ほんと、みんな家族写真とか子供の撮り方、うん、そういったところをね、皆様に説明できればっていうふうに思っております。あー、すごい楽しみだね。ゆるくやっていきましょうということで、はい、よろしくお願いします。お願いします。では撮影していきます。はい、で今日のセッティングです。こちらが B1X ですね。 B1X は今日はストロボをあえて使わないでいきます。っていうのもみんな結構動くことが予想されるので、もう定常光のようにモデリングライプ、モデリングライトで、撮っていこうかなというふうに思っております。なんでこれのフルですね、モデリングのフルを使います。でこちらトランスルーセントでちょっと光を柔らかくして、室内光となじませるような形にしてます。はい、でこちらも同じくですね、こちらも B10 の方のこちらは傘にバウンスさせてます。 B10 もモデリングランプを使用して室内光となじませると。なので2頭でこういった形で挟んでいく感じですね。こういった感じです。とみんなが見てるように、もう今日もシャッタースニッチ使っていきます。こういう感じ、撮影したらシャッタースニッチ使って、どんどん iPad でみんなに絵を見てもらうような感じで、スムーズな流れができればなというふうに思ってます。あ、いいね、セレクトしてそう、こういう感じで、送っていったりすれば、そう、拡大もできますね。これなかなかいいソフトなんですよ。すごい、みんなもうすぐ使いこなしてる。しかもレートまで打てたりするので、結構ね、便利な、結構ね、どんどん動くよね。いい感じだね。あ、拡大もこういう感じできてっていう。そうですね、EOS R で撮影しながら JPEG をこうやって飛ばしていってるような状態ですね。あ、もう瞳にも合ってるねっていう感じです。はい、っていうところで、本日はこの2頭を使ってモデリングを利用して外光と、室内の光、そこを混ぜてミックスでみんなを撮影していくような流れにしようと思います。エハラカメラマンが早速撮影を始めてますね。いいですか？こういった感じですよ。はい、エハラカメラマンが3姉妹は撮影始まってますね。もう押すだけで映る設定にしてるので、エハラカメラマンもかなりいい絵が撮れると。押し込める？いい、もちろんじゃん。あ、もう撮れてるね、普通に。あ、綺麗だな。こういう感じですね。シャッタースニッチにこうやって今エハラカメラマンが撮影したデータが上がっていくと。いいね、やっぱパパが撮るやっぱ写真いいね。すげえ楽しそう、みんな。そう、こういった感じで、すごい楽しそうですね。ちょっと皆さん、立ってください、そこ。やめてね。パパが結構火ついてますね、エハラカメラマンが。いい表情だね。ファンキーモンキーベイベーズの CD のジャケットみたいな。観葉植物を。ああ、なるほどね、観葉植物とミュートの夢のコラボレーションが。すげえ楽しそう。こういう風にですね、まあ、エハラカメラマンが撮影してミュちゃんを撮って、みんなこっちのシャッタースニッチで確認と。これ楽しいね、普通にね、撮れたのがすぐ見れるので。でも可愛いじゃん、これは。いいな、可愛い可愛い。
みんなの欲しくなってきた。しかも楽でしょ、押すだけだからぶっちゃけ楽でしょ。これはね、楽しいよ。しかも動画性能もね、結構悪くない。あ、見え、普通に直立だって。あ、火がついてるね、意外とアーティスト性に火がついてきたね。あ、いいね、いいね、あ、いいね。あ、今日いいですね、これ Vlog っぽくていいな。うんうん、すげえ楽しそう。あ、これちょっとで、撮れた写真がこういう感じですね。もう江原カメラマンが撮れた写真がもうすぐにこうやってチェックをすると Vlog っぽいね。あ、いいね、かわいい。何で見出しだって。あ、いいね、ちゃんこっち見てよ。老眼も撮りやすいっていうのがまたいいんですよね、これね。こういう感じでモデリングライトだけで撮影しとくと本当にどこにいても撮影ができるんで、これありなんですよね、こういう感じ。みんな、ふーよ、ふー撮ってるのにみゆの方が目立つ。これパパ、かっこつけてね。かっこつけすぎるほどのかっこつけ。みゆカメラマン、あ、いいね、いいね、親子撮影ね。見せて、見せて、パパ見せて、それかっこええやん。あ、ふーちゃん見せて、パパ、はい、どれどれ、パパは。お、決めてますね、パパがね。ふーちゃん、助手ですね、かなり、うん、いい写真だよ、パパと。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。嘘。あ、いいじゃん、いいじゃん、ちょっとね、見切れてる。パパがちょっと見切れるぐらいがね、ちょい見切れだね。パパ、髪崩れるから、いいじゃん、頑張る。いいね、いいね。ああ、これすごいいいな。うんうん、 いいですね、こういう感じでね、みゆちゃんとか撮ったのを写真でこう見せていくっていうね、流れもありだな、今日。楽しいね、なんか写真を家族で楽しもうみたいな雰囲気が出て、すごいいいな。こっちよりこっちの方がでかい。力持ちだね、みゆさん。結構重いはずだぜ、それ。いいね、みゆ、ここね、ここを動かせばズームがあるから、うん、そこ持ちながら撮影すると結構いいかも。ちょっと重いけどね。そう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 、そしたらズームになる。あ、いいね、いいよ、いい感じ、いい感じ。はい、そこの3人組、ふぅこれ、これ、しーちゃん、めっちゃいいよ。ママ、うまくない、それ、普通に。うまいよね、これ。なんかカレンダーにしそう。ここに文字載せられるしね。いいなぁ、家族感がすごいですね。幼いです。ちーちゃんのこれも良かったですね。おでこにしてあって、いいね、いいね。撮りますよ、はい、チーズ。あ、かわいい。うちゃカメラマンだ。飛んでるよ。あ、これかわいい、かわいい。意外とうまいんじゃないですか、これ。いいね、お父ちゃんも。あったかい写真撮れるな。ねえ。かっこいいよ。一、二、三、四、五、六、七、八、九、はい。ひょっこりは。なんでひょっこりは。笑かしにかかってるね、これ。そこからカメラからさ出てきて。ひょっこりはしてってこと。はい、こう。このぐらい。これは楽しいな、こういう感じですね。はい、ぶんちゃおぱーくほら、きんにょっ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 。あ、歌カメラマンさん撮ってください。うん、あ、うまい、ひょっこりしてる。音届いて、音届いて、音届いて、音届いて。歌カメラマンさん真剣心。あ、いいね。おお、かっこいい、かっこいい。腰落としてあげるか、うん、今のかっこよかったね。うん、ミュウいい感じ撮れてる。歌カメラマン、歌カメラマンさん、いいよいいよ、おとちゃん。素晴らしい、上手上手。ミュウうまいね、これ。いい感じ、すごい。撮ったことない。うんうん、すごいいい感じで撮れてる。なんかすごいブレてる。そうだね。はい、ですね、じゃあここから家族の集合写真撮っていこうかなっていうふうに思ってます。じゃあガンガン撮影していきますので、今度はみんな家族を僕が撮ります。で、モデリングと室内、そして外光を利用して撮影します。なのでストロボ系はもう全部補助光ですね、今日は。撮っていきます。 OK 系？ Yes, 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 yes. よし、
はい、よし、えい、イエイ、イエイ、撮っていきますよ、ピースよ、えい、撮っています、はーい、はい、うくん、はーい、あー、もう器用今、えっ、あー、見て、はーい、はーい、はーい、はいはい、倒れよ、そうか、触りたいか、あーい、ギュッとね、みんな、いくよー、あーい、バッチリはーい、ほいー、みー、もっとギュッとなって、ギュッとなって、もうみんなぐちゃーって、うくーん、やらんたくーん、一回うくんケアしようか、一回ちょっとだけケアしようか、うんうん、ゆっくり楽しいね、これね、なんかキラキラしてんの好きなのかな、そこだけパズルとかやっぱ好きなのかな、うん、かわいいねこれね、やっぱこれ触ってて、今日はいはい、急に元気になってきたね、はい、嬉しいね、いいね、嬉しいね、うたくん、嬉しいな、うん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 、ちょっと触るか、じゃあもう、Begin with the guitar。僕を連れて進め。やー、OK、取れた。歌最高。歌最高。歌最高。読むよ。あ、いい。どうしたって気づいないよ。覚えてね。決まった。あー。誰かのために強く。恵方巻きみたい。恵方巻き。戻って、ちょっと戻って、ここでギュッと。今ちょっと食べよう。強かった、叶えて、旅をした。僕を連れて進め。はい。どうしたって消せない夢も、止まれない今も、誰かのために強くなれるなら、何度でも立ち上がれ。ゴロン、もう半分、よし、OK、加速写真 OK でーす、はーい、あとはみんなバーって撮っていこう、みんな撮れた、ちょっと撮れた、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 パパが口を口をして、やあやばい、全然あ、このぐちゃっとした感じいいね、皆さんも子供の撮影する際は結構もう自由に動いてもらうことを前提に考えて、あんまりこう撮影手法はどうだこうだっていうよりかは本当自由に、なるべく光だけはこうフラットに作っておくと、こういう風な感じでモデリングとかを利用して撮影してもいいのかなっていう感じはあります。結構ねカオスな感じ、もうちょっとだけ撮ってみようかなって思います。みんなのこの自由な感じを撮ってみようかなと思ってます。いいじゃん、いい、あ、いいね、超いい笑顔、オッケー、うーん、オッケー、はい、おっちゃん、あー、あー、動くな、動くな、みゆ、こっちだよ、オッケー、こっちだよ、目線ちょうだい、いい、いい顔して、オッケー、髪の毛、1、オッケー、うちに入ってくる、カッ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 、あ、いいね、3人、3人、はい、カメラ見て、はい、かわいいかわいい、やるよ仲いいな、あ、ごめん、ゆくんカメラ好き、はい、勝
結構やっぱりね、こう自由にみんなに遊んでもらいながら撮影していくっていうこの感じを大事にした方がいいかなと思います。なんでいつも言ってるようにシャッタースピードをなるべく上げておく。今日は200分の1で撮影してて、で ISO オートで絞りはね、で 5.6 に設定して、なるべくねこの被写界深度はね結構深めに設定しておいて、多少動いてもねピントが合うように撮っておくと、こういう感じですね。引き続きもうちょっと撮っています。あとアウトリガーホテルも行った。アウトリガーか、アウトリガーのバッグあっちにある。じゃあ結構ハワイ行ってるんだ。そう、あの1回だけだけど、マジで1週間だけ。でもさ、この間グアム行ってたよね。あ、3日ね。グアム行ってたよね。夏休み、はい、夏休みね。ああ、あのね、沖縄行くんだよ。ひょっこり話して。徐々にひょっこりして徐々にひょっこりしてきた。あ、ごめんね。はい、お母さん、こっちちらってみよう。OK、 サンキュー。はーい、みゆこっち見て。はい、あ、かわいいかわいい。はい、スイッス、はい、スイッス、はい、スイッス。 OK、 サンキュー。結構視聴者の方とかからも、あの、子供ってどうやって撮影するんですかみたいに聞かれることあるんですけど、本当に自由に動いてもらって、それを追っかける形にする。なんで何度も言うように、シャッタースピードだけ早くしておけば、とにかくね、あの、映ると。なんでそこだけはとにかくね、気をつけてシャッタースピード上げておく。あとはもう子供に自由に動いてもらって、バンバン撮影していくって感じかなって。っていう感じで、シャッタースピード上げましょうっていうのがまず一番大事なことですね。え、これヒートテックじゃないんだよ。はい、ということでね、シャッタースピード、そして絞りは今日 5.6 で撮影している感じです。結構みんなとね、和気あいあいと楽しく撮影できてて、このね、カオスな感じを楽しんで撮影していくと、これ結構いいことかなっていうふうに思ってます。はい、いかがでしたでしょうか。江原家とのね、コラボレーション動画を撮ってきましたっていうことなんですけれども、カメラセッティングはこちらですね。 EOS R にコントローリングマウントアダプターと EF の 2470 の F2.8 の2型と、もうね、子供たちが基本的に動き回りますし、場合によってはすごくね、こうやって近づいてくる可能性とかもあるので、接写もね、この2470だったら38センチまで寄れると。なのでかなり自由度が高くて、超広角だったら歪みとか出ちゃうんで、やはり標準ズームをつけて、そしてね、子供たちとなるべく近く会話をしながら、でも自由に子供たちが遊んでる姿をね、もうバシバシ撮っていくと。で、コミュニケーションをね、どん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 子供目線で語りかけながら、そしてなるべく子供はね、ちっちゃいので自分自身もしゃがんだり、こうやってね、せっかくよさあるはバリアングルとかあるんで、こういう形でローアングルとかでね、どんどん撮っていったりすると、よりね、いい表情だったり、そしてね、途中で真上からとかね、みんな寝転がったら真上から撮ってみたりとか、とにかくもうライブ感を楽しむっていうところが、子供の撮影は一番いいのかなっていうふうにね、僕は思っております。とにかくコミュニケーション第一っていう感じですかね。でね、この後もね、この動画の後も、江原家チャンネルの方ではね、あの、その後に公園に行ってね、撮影してます。で、子供たちはね、公園で撮影しててっていう方が、江原家チャンネルの方では、メインの方でね、出てますので、そちらの写真もね、この後に、まあ、スライドショーっていう形で、僕の方では見ていただこうかなっていうふうに思っております。コラボした江原家チャンネルの方もね、合わせてね、動画もご覧いただけるとと思います。そしたら僕が撮影している風景と、さらにね、今から見ていただくスライドショーの写真データもね、そちらのメイキングのような形でね、江原家動画の方ともコラボレーションがより分かりやすくできているかなと思いますので、そちらもね、概要欄にあのコラボレーション動画貼っておきます。子供を撮影する機会というのもね、皆さんもかなり多いと思うので、ちょっとでも参考になれば嬉しいかなというふうに思っております。また有益な情報を出していきますので、ぜひね、これからもご視聴ください。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。西田渡でした。スライドショーではご覧ください。